2024年6月20日、海上自衛隊に新たな力が加わりました。目下、身型護衛艦の最新艦、阿賀野が実戦配備され、三菱重工業の中崎造船所から海上自衛隊へと正式に引き渡されとの情報をキャッチしました。今回は、そんなもが身型6番艦阿賀野就役を、詳しく見ていきますね。各国が注目しているもが身型ですが、驚異的な建造能力と少人数化でしょう。 AI 搭載で世界でも一歩先を行く護衛艦なんですよね。 AI って日本が先進国ってみんな知らないからね。この2024年6月2日に海上自衛隊の現在の最新鋭の水上戦闘艦である艦級としてはフリゲート、艦首記号は FFM と呼称されるもが身型護衛艦の6番艦である阿賀野が実戦配備を迎え、新たに日本の海の守りに加わった。この日、阿賀野は建造元である三菱重工業者の長崎造造船所において、同社から海上自衛隊へと完成した艦艇を引き渡され、同時に海上自衛隊の艦艇が掲げる自衛艦旗の授与の両方の式典が挙行され、無事就役に至った。阿賀野は、昨年2023年4月に実戦配備を迎えたもが、身型護衛艦の5番艦である矢作と同様に、京都府の舞鶴基地を母港とする海上自衛隊の護衛艦隊第14護衛隊に配属され、ここに向けて、長崎を後にした。目下、身型護衛艦は、まず、1番艦の目下身が、2022年4月、2番艦の熊野が、同年3月に就役を行っており、この両艦は、いずれも、神奈川県の横須賀基地を母港とする護衛艦隊第11護衛隊に配備されている状態だ。続くもが、身型護衛艦の3番艦の能代は、2022年12月、4番艦の三隈は、2023年3月に就役を始めており、こちらも揃って、長崎県の佐世保基地を母港とする護衛艦隊第13護衛隊に配備されており、就役順に2隻がセットで運用されている。海上自衛隊では、全国に5つの基地を配しており、これは地方隊と呼称され、旧大日本帝国海軍時代には鎮守府と呼ばれていた4つの施設や港湾を引き継ぎ、名称を変更した存在であり、今はこれに、青森県の大湊基地が追加された形だと言ってよいだろう。そのため、現在の海上自衛隊には、北から、青森の大湊基地、神奈川の横須賀基地、京都の舞鶴基地、広島の5基地、長崎の佐世保基地の5つの地方隊が置かれており、今回の阿賀野の就役までで、3つの地方隊にもが、身型護衛艦の配備が行われたことになる。よって、今後のもが、身型護衛艦は、7番艦の仁淀、8番艦の湧別がすでに進水済みで、来年度以降に、これらを含め、残り6隻の就役が予定されているが、もが身型護衛艦の配備がまだない青森の大湊基地、広島の5基地がその候補になると思われる。もが身型護衛艦は、一時期は22隻の大量建造が囁かれたこともあったが、2023年1月末には、さらに、新型の FFM を建造する方向が確定したため、総数で12隻をもって建造が終了することとなっており、最終12番艦は2027年の3月に就役する見込みである。ちなみにもが、身型護衛艦の艦首記号である FFM とは、海上自衛隊では初めて用いられたもので、駆逐艦とコルベットの中間に位置する規模の艦艇であるフリゲートを FF で、多用途及び嫌いを M で表したものと言われている。海上自衛隊の他の主力艦艇を例に挙げてみれば、その艦首記号は、ヘリコプター搭載護衛艦であるヒューガ、型や出雲、型は、DDH、金剛型、愛宕型、マヤ型のイージス護衛艦は、DDG と呼称されている。目下、身型護衛艦は、新たな艦首記号である FFM を付与された新型の水上戦闘艦であるが、同艦が代替するのは、沿岸防備用のアブクマ型艦首記号、DE、初雪型、朝霧型の汎用護衛艦艦首記号、DD であり、従来の艦首を超えた起用となる。今回、
無事に就役を果たした阿賀野をはじめ、もが、三方護衛艦の艦名は、すべて、日本の河川名にちなんで名付けられており、この慣習は、遡れば、旧大日本帝国海軍時代には、主に、河川名は、巡洋艦の名称として用いられたものだった。もが三方護衛艦の場合、一番艦、もがみは、山形の最上川、二番艦、熊野は、奈良、和歌山、三重の熊野川、三番艦の城は、秋田の農大川、四番艦、三熊は大分の三熊川、五番艦、矢作は、長野、岐阜、愛知の矢作川、六番艦、阿賀野は、福島、新潟の阿賀野川から取られている。これらの中で、旧大日本帝国海軍時代にも使用されたのは、西条、熊野、三熊が重巡洋艦、野城、矢作、阿賀野、仁淀が軽巡洋艦としてあり、湧別のみが海上自衛隊から使用された艦名となっている。ちなみに、他の海上自衛隊の艦艇の場合、前述したヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH であるヒューガ、型2隻は、ヒューガ、伊勢の先例があり、出雲、型の出雲、加賀も同様だが、いずれも、日本の旧国名を用いたものとなっている。大日本帝国海軍の場合、旧国名を艦名として用いたのは、後期には、基本的には戦艦となっており、厳密には、出雲は、当時の主力艦である装甲巡洋艦、加賀は、ワシントン海軍軍縮条約によって、戦艦から航空母艦に変更された艦艇であった。イージス護衛艦艦 DDG の場合、金剛型の金剛霧島派巡洋戦艦、妙高鳥海は、重巡洋艦、愛宕型の愛宕足柄は、重巡洋艦、マヤ型のマヤ羽黒は重巡洋艦で、複数命名された艦艇は、最終の艦種を紹介している。第二次世界大戦時の大日本帝国海軍における艦の命名は、主として、重巡洋艦は、山岳の名称、軽巡洋艦は河川の名称となっており、現在の海上自衛隊においては、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH が旧国名、イージス護衛艦 DDG が山岳名、最上型 FFM は河川名と対別できる。さて、そんな艦の命名規則に則った、今回の6番艦である阿賀野を含む最上型護衛艦だが、艦の規模は基準排水量が3900トン。満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっている。この最上型護衛艦の規模艦は、現在の日本の仮想敵国である、中国やロシアの同様の艦艇と比較した場合、前者の 054A 型エカイアイアイ型の満載排水量で4050トンよりは大きく、後者のアドミラルゴルシコフ級22350型の同5400トンとは、ほぼ同等の大きさである。ただし、中国の 054A 型エカイアイアイ型、ロシアのアドミラルゴルシコフ級22350型ともに、主兵装の VLS 垂直発射艦は32セルを搭載しており、目下、身型の16セルに比べれば、倍の数を確保しており、攻撃力は上回ると目されている。そもそも最上型護衛艦は、この16セルのマーク41 VLS に関しても、予算上の問題や、使用する半導体の調達の問題、そして、そこから運用を行う兵装について、さらなる検討が必要さとされ、VLS、垂直発射艦自体を後に搭載するものとして収益を迎えている。そのため、今回収益を果たした阿賀野をはじめ、実戦配備中のもが、身型護衛艦6隻は、すべて、未だ、VLS 垂直発射艦を、未装備のままの状態であり、なんとか予算上は建造される12隻分の費用の確保がなされた状態である。現状では、阿賀野を含むもが、身型護衛艦は、固艦防空の手段が、非常に脆弱な状態であることは事実であり、ロシアは、ともかく、急激な速度で、軍備の拡張を進める中国に対しては、いささか心もとない感は否めない。2023年度より、日本は、ようやく、防衛予算の大幅な増額に踏み出したこともあり、もが、身型護衛艦の VLS、
垂直発射艦については、一日も早い装備を願ってやまないが、仮に装備を行っても前述したように、16セルと決して多くはない。阻止歌状況も考慮してか、目下、身型護衛艦の次の新型の FFM では、こうした兵装面も含めて、さらなる強化が予定されており、VLS 垂直発射艦についても、中国やロシアの艦艇と、同じく32セルに倍増させることが盛り込まれている。新型 FFM は、こうした兵装面の強化も視野に入れているためか、満載排水量が6200トン、全長が 142.0 メートル、全幅が 17.4 メートルまで拡大されると目されており、現行の藻が身型護衛艦よりも一回りは大型化する予定である。